鉄道博物館模型鉄道ジオラマにお越しくださいまして誠にありがとうございます。この後運転プログラムを開始いたします。なおこの先は演出上照明が大変暗くなります。ご観覧の際にはお足元や貴重品に十分ご注意ください。またこの後は皆様から見ていただきまして正面のやや左にございます。大きな中央駅から次々と列車は出発していきますのでこちらの大きな中央駅にご注目ください。それではお待たせいたしました。ただいまより運転を開始いたします。短い時間ではございますがどうぞごゆっくりお楽しみください。朝になると新幹線が走ります。新幹線の始発は朝6時からです。出発した列車は E5 系はやぶさと E6 系こまち。東京から盛岡まではこのように連結し盛岡より先はやぶさは新青森へこまちは秋田へと分かれて運転されていきます。2014年春より連結時でも時速320キロでの走行が開始されている日本最速の新幹線です。E7 系浅間。2015年春の北陸新幹線金沢開業に向けて開発された新幹線で現在は東京長野間で活躍中です。日本の伝統と最新技術の融合を表現した洗練されたデザインとゆとりあるインテリアとなっているほか厳しい勾配区間を走行するためにブレーキ性能を向上させています。さて、だんだんと明るくなってきた中央の駅からは次々に特急列車が出発していきます。右に向かって出発した赤と白の特急列車はネックスの愛称でおなじみの成田エクスプレス。大宮や新宿、横浜などの首都圏各地と世界への玄関、成田空港を結んでいます。成層圏をイメージした斬新な塗装が特徴です。左手に出発した651系スワロー赤城です。高崎線の特急赤城号にこの651系が導入されました。スワローの名称は座席に座ろうという意味のほかツバメの持つスマート感やスピード感などをイメージしています。鉄道博物館の横の線路も通りますので見てみてください。中央の駅を右側に特急スーパービュー踊り子が出発しました。先頭車に
には展望室やキッズコーナーなどもあります。東京から伊豆急下田へ向かう観光特急で窓も大きく作られていて眺めが大変良くなっています。だんだん日が暮れてきました。中央の駅からは北海道へ向けた夜行列車が出発するようです。まず左側にゆっくりと走り出したのは寝台特急カシオペア。東京の上野駅から青函トンネルをくぐって北海道の札幌まで約17時間で走ります。車体はステンレス製で食堂車やラウンジカーを備え、寝台車は全て遠寝台の個室という豪華な列車です。こちらも上野と札幌を結ぶ寝台特急で B 寝台の個室も連結しています。またカシオペア同様、食堂車ではフランス料理のフルコースや懐石料理も用意されています。辺りは暗く夜も明けてきて、駅には列車たちが戻ってきました。一日働いていた列車は明日の朝に向けて休息の時間です。またこうした列車の本数が少ない時間には線路の路線作業が行われています。皆さんの寝ている間に線路を直しているのです。今夜も中央駅の近くではマルチプルタイタンパンと呼ばれる黄色い汚染車両が作業を行っております。皆さんは黄色い汚染車両見つけることができましたか？こうして私たちが休んでいる間も鉄道が休むことはありません。いよいよ夜明けがやってきました。夜を徹して走ってきた寝台特急の終着も近づいてきているようです。まもなく中央駅のホームには右手からカシオペアが、そして左手からは北斗星が到着するようです。こうして鉄道は毎日いつでもどこかでお客様を乗せて活躍しています。皆さんも夢を運ぶ列車の旅、ぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。ただいまの運転プログラムは終了です。ご観覧いただきまして誠にありがとうございました。引き続き